になってきましたね。見たことのないものがあるよ。鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたらいつでもお呼びください。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか？当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。早く注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。早く注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞いたわ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べ、これでいいのか？えら、よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞いたわ。これでいいのか？注文はできたかしら？じゃあ座って一緒にいただきましょう。煙たいわね。あなた若いのにこういうのが好きなの？可愛い子ちゃんという呼び名をどうやら考え直さなくちゃいけないみたい。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。社協会に依頼を出そうかしら。他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、
本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。可愛い子ちゃん、次の場所に行きましょう。ここで最後よ。え、この二人。あ、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないってどの本で読んだのだったかしら。お前って空気が読めないんだな。そういうところも可愛いわよ。せっかくだ、これまでと同じように花を選ぼうぜ。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。ここの看板でもあります。普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージがありますよね。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？無評花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると凍傷を起こすので気をつけてくださいね。本当にこれにするつもりですか？少し変わっていますね。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへのプレゼントですか？私の意見ですか？ あまりセンスに自信がないので、店長のフローラさんに聞いてみてはどうでしょう。あ、でも一つだけ気づいたことがあります。リサさんの帽子にある花はバラのようですよ。リサさんへのプレゼントですか？このバラはとある商人からつい先日仕入れたものです。店長はこの花を好きな人がいるかもと言っていました。今はこの一束しかありません。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへの、今夜はムーンパイにしようかな。見てらっしゃい、見たことのないものがあるよ。リサさんへのプレゼントです。このバラはとある商人からつい先日、店長はこの花、これでいいのか？いろいろと考えてくれたのね。それともイバラの魔女という名前を聞いたことがあったのかしら？モンドに戻ったらもう新鮮なバラを見る機会はないと思っていたけど、これはいい兆しになるかもしれないわね。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。本を大事にしないなんて、
白の姫と六人の小人は覚えているかしら。あ、それは、その…どうしよう…本をなくしてしまったんです。この前、そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、ここ数日探しているんですが、どこにもないんです。誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのなら、どんなのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り、一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり。いつもはだらけてるけど。かわい子ちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？ああ、わかったぞ。元素資格で手がかりを探してみよう。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ。かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛子ちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。この元素の痕跡、少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。おとなしく仕上がれ。
これ。こいつはどうだ？実に愉快だ。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。見てしまっておこう。これこの近くにあるはずよ。元素四角なら魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を探しましょう。遺跡に住んでるのか？モンドの住人には変わった趣味のやつがいるんだな。モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。私も同じことを考えていたわ。そうね、
アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の魔力と似ているわ。封印？どう解けばいいんだ？また手間がかかったりしないよな。この程度の元素力で私を止めようなんて、私も舐められたものね。うえ。入りましょう。あ、これが仕事モードのリサさんか。